キッズゲームス。もうなんでこんなことになるの。まさか歯医者さんに閉じ込められちゃうなんてね。歯医者さんで頑張ってキュイーンってやつやったのに。こうなったら他の出口を探すしかなさそうだね。絶対に脱出してやる。歯医者さんから脱出できるようにいいねで応援してね。ねぐちねぐ。あ、落ちたら絶対痛いよ。逃げ道は、あ、このボタンをこっち。こっちでー。あ、こっちだ。本当だ。おい、なにこれ。は、歯医者さんでこんな部屋見たことないけど。わっ、早く乗って逃げないと。あ、もちろん分かってたよ。えい、難しいね。うん、慎重に慎重に慎重に。危ない。ふー、危なかった。うわっ、あー、もうヒヤヒヤしちゃうね。ほんとだね。歯医者さんに追いつかれないといいけど。これは歯磨き粉。うわ、これもぶつかっちゃダメなの。足元がよく見えないよ。みんなスイスイ行っててすごいな。いっ、にゃー。うん、ぽ、見て、横から見れば進みやすい。なるほど。やっぱね。次次。お、歯ブラシだ。これもきっと落ちたらダメなやつだよね。でもさっきの歯のところよりも簡単そう。そうだといいけど。全然ダメだった。もっと前の方に行って。角度も気をつけなくちゃね。飛ぶ、飛ぶ。でもさっきよりも結構進んだね。今度こそ慎重に。あとちょっとでクリア。やった。次は診察室だ。やっと歯医者さんらしいところに来たね。なんでトゲトゲの小切りがあるの。僕の知ってる歯医者さんじゃないよ。さっきまで普通の歯医者さんのはずだったのにね。お、くもりん、ここ開いてるよ。サンサンナイス。わー、なにここ。登らなきゃいけないみたいだね。えい、えい、えい。あ、待って、落ちちゃった。上から見てていいかも。歯磨き粉の時みたいに。確かに
い。これは慎重に行けばなんとかなりそう。ちょっとずつ、ちょっとずつ。初めての一発クリア。この調子で行くぞ。うん、これもゆっくり行けばできそう。ねねえ、いきなり怖い歯医者さんとかが追いかけてきたらどうしよう。大丈夫、追いかけてくるならとっくに来てるはずだよ。そうだよね。そっとそっと。わっ、ジャンプして行ってたね。僕たちも飛んでみる。やめておこうよ、落ちちゃうよ。そうだよね。ゆっくりゆっくり。よし、次次。次は向こう側に行けばいいんだね。潰されないように橋に寄ってみる。いいね、そうしよう。えい、いい感じ。これでこのまま。橋に行くと潰されないけど落ちちゃうね。いい作戦だと思ったんだけどな。じゃあ真ん中を急いで走ってみない？オッケー。よーし、行くよ。走り、もう一回。行けー。やったー、まだまだ進むぞ。何か見えた。もしかして怖い歯医者さん？こっち見てるけど動かないね。僕はもうキュイーンやったから許して。今のところ大丈夫そうなに。逃げよ逃げよ。うん、上から見て。よいしょよいしょ、慣れてきたね。うん、いい感じ。飛ぶのに慣れてきた僕たちはどんどん進んで外まで来れた。登って登って。わあ、ヒヤッとした。慎重に登らないと。登ったね。高いね。こんなに上まで来ちゃったけどどうやって脱出するんだろう。もしかして歯医者さんの罠とか。うん、これは。おお、ちょじん、もしかして。食べられちゃう。せっかくここまで来たのに。クモリン、落ち着いて。ほら見て、歯が落ちてる。本当だ。それに泣いてるね。治療しに来たのかな。虫歯になってるみたいだし、きっとそうだね。ここを進むと。え、進むの？食べられちゃうよ。うん、戻っても歯医者さんに捕まっちゃうかもしれないし。それにこの巨人さん優しそうだから大丈夫だよ、きっと。そうだよね。でも食べないでね。お邪魔します。わ、口の中だ。こっちかな。ここどこ？ここまで来たら進むしかない。これはここに飛んで飛んで。最初に比べると逃げるの上手くなってきた気がする。だよねだよね。体の中探検だ。ぐんぐん進もう。次はこの棒を避けるんだね。うん、使っちゃうね。歯磨き粉の時みたいに足元が見えにくいね。歯磨き粉。僕もわかった。さっきみたいに上から見れば。やったー、進もう。なにこれ、吸い込まれる。ここは、あ、さっきの巨人さんかな。虫歯、お大事に。ねえねえ、外に出られたってことはさ、もしかしてクリア？脱出成功だ。このまま帰っちゃおう。こんなに怖い歯医者さんなかなかないと思うけど、虫歯にならないようにしっかり歯磨きはしないとね。うんうん、甘いものの食べ過ぎにも気をつけないと。うんうん、バナナの食べ過ぎもね。そうだ、バナナだけは許して。
さんのお家に遊びに来たよ。ティミーさん、こんにちは。すごい広いお家だね。見て、ピザがあるよ。おいしそう、食べちゃおう。お、誰か来たみたい。誰？グリマスさんっていうみたいだよ。こんばんは、グリマスさん。お、グリマスさんが何かくれたよ。何これ、おいしそう。グリマスシェイクっていうみたいだね。誕生日なのに飲み物もくれるなんて、太っ腹だな。もう夜遅いから寝ないとだね。もっとグリマスさんと話したかったのに。明日もいるみたいだから起きたらまた話してみよう。グリマスさん、おやすみ。なんか眠れないよ。僕も全然眠れない。あれ、テレビがついたよ。クモリンつけた？え、僕触ってないよ。もしかしてお化けとか。怖いこと言わないでよ。なになに？グリマスさんからの電話だ。なんだ、グリマスさんか。で、なに？吸い込まれる。うわー。ここの子？あ、グリマスさんがいるよ。ほんとだ、こんにちは。あれ、グリマスさんなんか変だよ。消えた？よかった。それにしてもグリマスさん、どうしちゃったんだろう。ここから出たいよ。あ、あそこから出られるみたいだよ。早く行こう。これを使って下まで降りられるみたい。アスレチックみたいで楽しいね。到着。これでもう大丈夫かな。足壊れちゃったよ。でも僕たちいろんな脱出してきたから慣れっこだね。確かに、楽勝楽勝。よし、渡れた。次はこのエレベーターに乗っていくみたい。なんか下にギザギザしてるのない？ギザギザには当たらないようにしなくちゃね。スレスレだよ。別の場所に着いたみたい。ここなんだろう。金色の棺桶みたいなのもあるね。見て、大きい穴があるよ。もしかしてこの中入るのかな。おー、いやー、ここはすごいいっぱい障害物ある。急いで渡っちゃおう。クモリンダッシュ。ナイスクモリン。坂道だ、進んじゃおう。ちょっと待って、あそこにスイッチあるよ。何のスイッチだろう。岩が出てきたよ。うわー、なんで？多分スイッチで岩を止めないといけないんだと思う。なるほど。それにしても岩のスピード速すぎるよ。端っこに行って当たらないように進もう。着いた。ポチッとな。岩止まったね。よかった、これで安心だね。こっちは何あるんだろう。で、グリマスさん、なんでこんなところに？きっと僕たちを追いかけてきたんだ。そんな、僕たちどうすればいいの？戦うしかないみたいだね。なんか出てきたよ。乗ってみよう。下から紫の液体来てる。これに乗ってなかったら大変なことになってたね。液体引いたみたい。今なら近づけるよ。目からビーム出てるよ。小さいグリマスさん。いやー、追いかけてきてる。一旦ここに乗ろう。ここまでは追いかけてこれないみたいだね。あ、また紫色の液体だ。ここは消えるまで待機だね。またちっちゃいグリマスさんいる。先にこっち倒さないと。クモリンアタック。次は大きい方だ。クモリンアタック。倒れた、今だ。スーパークモリンアタック。やったよクモリン、倒せたみたい。よかった。いきなり襲ってきてびっくりしたよ。一体グリマスさんに何があったんだろうね。というか、ここからどうやって出るの？確かに、僕たちグリマスさんの世界に閉じ込められちゃったのかな。早くここから出たいよ。グリマスさんから電話だ。え、さっき倒したんじゃないの？どうする、出る？気になるから出ちゃおう。なに、吸い込まれてるよ。いやー、ここは外だ。なんとか脱出できたみたいだね。まさかこんなことになるとは思わなかったよ。今日は頑張ったから、お家帰ったらバナナ食べよう。バナナ食べるのはいつもでしょ。そうだ、バナナシェイクでもいいかも。今日は警察署だよ。おまわりさんが頼み事があるみたいなんだよね。僕たちにかかればパパッと解決だね。あ、おまわりさんだ。こんにちは。それじゃあ頼み事を聞いてみるね。
ふむふむ、昔使っていた刑務所にある資料を取ってきてほしいんだって。取ってくるだけでいいなら簡単だね。そして俺にバナナを用意してあるって。バナナ、やったー。それじゃあ早速レッツゴー。こんな森の中に刑務所があるの？うん、この近くって聞いたんだけど。あ、見えてきたよ。で、この刑務所ボロボロすぎない？昔使ってた刑務所だからね。もう僕はここで待ってようかな。そんなこと言ってないで早く中に入れよ。僕たちが無事に探索できるよう、いいねで応援して。絶対書いて投稿するといいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。中もボロボロだね。窓がないから昼間なのに暗いよ。ねえねえクモリン、こんな話知ってる知ってる？ある刑務所で見回りをしていた警備員さんの話で、牢屋の中から何かを叩く音が聞こえたから見に行ったんだけど、誰もいなかったんだって。待ってプニル、それって怖い話だよね。おかしいなって思って見回りに戻ったら、また牢屋から音が聞こえて、こっそり牢屋を覗いてみたら、太鼓を叩いている幽霊がいたんだって。わあ！で、太鼓？どう？怖かったでしょ？太鼓を叩いてる幽霊を想像したらそんなに怖くないかも。バニル、後ろの部屋の中に。部屋の中がどうかしたの？今部屋の中から誰かが僕たちを見ていたんだよ。本当に？中には誰もいないよ。本当にいたんだよ。きっと見間違いだよ。さ、早く先へ進もう。本当にいたと思うんだけどな。で、ブニル、後ろ後ろ。後ろ？何もないけど。今後ろに誰かがいたんだよ。わかった、クモリン私を怖がらせようとしてるんでしょ。違うよ。なかなか資料見つからないね。資料ならこういう牢屋の中にはなさそうだよね。それじゃあ別の場所を探しに。ブニル、横に。もう怖がらせようとしても無駄だよ。うわー、ゾンビ警察官だ。もしかしてクモリがさっきから見てたのって。きっとあのゾンビ警察官だよ。ここは全力で逃げるよ。わー、クモリ、どうしよう、クモリが落ちちゃったよ。で、追いかけられてるんだった。今は逃げないと。いてて、てまさか床が崩れるなんて。ところでここはどこだろう。なんだか牢屋の中みたいだけど、とりあえずプニルと合流しなきゃ。あ、あれ、ドアが開かない。もしかして閉じ込められた？なんとか逃げ切れた。クモリ落ちちゃったけど大丈夫かな。もしかして怪我とかして動けなくなってるかも。助けてプニル。すぐ助けに行かなくちゃ。クモリンはきっと下の階にいるから、まずは階段を探そう。待っててクモリン。どうやってここから出よう。登ることもできなさそうだし、森を壊すのも無理そうだし。ここはひとまずバナナでも食べようっと。バナナ美味しかった。さーて、森から出る方法を考えないと。ゾンビ警察官だー。どうしよう。あ、でも森の中にいれば襲われることはないよね。クモリン、この声はプリル。あ、声に反応して行っちゃった。プリルが危ない。早く牢屋から出ないと。これは鍵だ。さっきまでここに鍵なんてあったかな。もしかしてゾンビ警察が落としていったのかな。でもこれが牢屋の鍵なら出られるかも。やった、出られた。よし、プニルを助けに行くぞ。あ、まだ行ってなかったんだね。わあ、下に行く階段見つけた。わあ、来ないで。この声はクモリン。きっとゾンビ警察官に襲われてるんだ。待ってて、クモリン。床に穴が開いてる。さすが古い刑務所。で、そんなこと言ってる場合じゃなかった。ソリー、うっとっと。おいしょっと。ふう、さすがにここはゾンビ来れないよね。で、ゾンビもクリアしてる。また追いかけっこだ。
本当みたいだね。それにゾンビ警察官から資料もらったよ。本当にゾンビ警察官さん、ありがとう。おまわりさんに資料も渡せたし、これで依頼は達成だね。優しいゾンビっていたんだね。僕が牢屋でバナナ食べてたら鍵を私に来てくれたんだよ。そうなんだね。ん？バナナ？私が心配している間、クモリンはのんきにバナナを食べてたんだ。ゾンビ警察官が食べてもいいよって言ってたんだよね。そんなわけあるか。そうだ、俺のバナナまだもらってないよ。星野愛ちゃん、今日も可愛かったな。私も愛ちゃんみたいなアイドルになりたいな。そうだ、アイドルになっちゃえばいいんだよ。てなことで、私もアイドルを目指すよ。ミャンネスト、すごい急だね。目指すはトップアイドル。トップアイドル、いいね。夢とバナナは大きい方がいいよね。それじゃあプリルがアイドルになれるよ。このプロデューサークモリンとプロデューサーサンサンでプリルをアイドルにしちゃうよ。いつの間にスーツに着替えたの。プリルアイドル化計画開始。私がアイドルになれるよ、いいねで応援してね。ステップ書いて投稿するといいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキック。まずアイドルになるために必要なことは何だと思う。うーん、なんだろう。わかった、バナナではないよ。わかった、歌と踊り。確かに歌と踊りは大切だけど、それよりも前に必要なものがあるんだ。うーん、なんだろう。それは体力作りだよ。どうして。歌いながら踊るのはものすごく体力を使うからだよ。なるほど、これもアイドルになるため。やるぞ。はい、ワンツーワンツー、そこでジャンプ。今のところちょっと遅れちゃったね。ダンスって難しいね。でも難しいからこそ人を感動させられるダンスができると思うんだ。いいこと言うね、サンサン。さあ、もう一頑張りだよ。それじゃあ発声練習だよ。アメンボ赤いなあいうえお。アメンボ赤いなあいうえお。浮き藻に小エビも泳いでる。浮き藻に小エビも泳いでる。バナナは美味しい、食べたいな。バナナは美味しい、食べたいな。え、これクモリの思ってることじゃん。えいやと、えいや。これってアイドルになるために必要なの。もしかしたらライブ中にモンスターが襲ってくるかもしれないから、その時のための練習。そんなことないと思うけどな。プリル、衣装が完成したよ。本当に、わー、かわいい。これでいつもライブができるね。でも衣装があってもすぐにライブはできないよね。確かに会場も用意しないといけないし。たった今ライブ会場を使えることになったよ。ナイスクモリン、宣伝もしといたから準備 OK だよ。これでライブが成功すればアイドルデビューだよ。二人ともありがとう。わー、すごい大きな会場だね。こんな会場用意できるなんてすごいね、クモリン。クモリン天才です。頑張ってプリル。わかった。なんだかプリル動きがぎこちないね。どうしよう、緊張でうまく声が出せないよ。でもサンサンとクモリンがせっかく用意してくれたこのチャンス、頑張れないと。集まってくれたみんな、はじめまして。なになになに、モンスターが降ってきた。どういうこと。早く避難しないと。でもここで逃げたらお客さんが襲われちゃうかも。だからここで戦うよ。確かにお客さんの安全第一だよね。よし、プリル、これを受け取って。これもありがとう。これで戦えるね。それ、とりゃと、私の初ライブは邪魔させないよ。これでラスト。やった、モンスターはもういないみたいだよ。これでライブが再開できるね。あれ、この声って、どういうこと。お客さんがすごく盛り上がってる。
戦うプリルを見て感動したんだよ。そうなの。さすがプリル。緊張もどこかへ飛んじゃったし、ライブ再開しちゃうよ。こうしてみんなを守ったアイドルとして一躍有名になったプリル。それからはトップアイドルとして活躍していった。わあ、私の握手会にこんな長い列が。これはもうトップアイドルだよね。さすがプリヌ、いつも応援ありがとう。握手券を出してお待ちください。みんな今日もありがとう。テレビにもたくさん出るようになり、プリルは忙しい毎日を過ごしていた。夢のアイドルになれたけど、前みたいにサンサンとクモリンと遊ぶことがなくなっちゃったな。このままアイドル続けていいのかな。サザキツゲンス、なんかプリルがテレビに出るようになってから一緒に遊べてないね。忙しくて時間がないみたいだね。うん、プリルと遊びたいよ。僕も遊びたいけど、せっかく夢が叶ったんだから応援しないとね。この声はもしかしてプリル？今日テレビのお仕事じゃなかったの？実はアイドル辞めてきたんだ。やめそう。サンサンとクモリンと遊べなくなるならって思ってね。せっかく手伝ってくれたのに二人ともごめんね。プリルがそう決めたことなら全然気にしてないよ。アイドルも楽しかったけど、三人で過ごす時間の方が大切だよね。それなら次は三人でアイドルになってアイドルグループ結成しようよ。アイドルグループ？でっかいバナナの着ぐるみを着てバナナ系アイドル。それってアイドルというよりマスコットだよね。そうだ、バナナの着ぐるみ着てみたかった。今日は特別に家具屋さんでお泊まりできるんだって。家具屋さんでお泊まり？わーいわーい。ここにある家具で自分だけの部屋を作っていいんだって。何それ、面白そう。それじゃあまずはお店の中を探索しよっか。カサキツゲンス、それにしても何でも揃ってるね。でも店員さんとかいないね。確かに広すぎて見つからないだけかな。霧もかかっててなんかちょっと怪しい気が。ただの家具屋さんだよ。そうだといいけど。あ、店員さんいるよ。本当だ、やっぱり普通の家具屋さんだよ。でもさっきの店員さん顔がなかったような。俺の気のせいか。見て見て、お部屋の完成。いつの間にって中何もないじゃん。失礼な、椅子があるよ。二人だけなのに椅子多すぎだろ。パーティー用だよ。誰とパーティーするんだよ。いい店員さんだよ。そういうことね。でもまだ一人しか会えてないよね。他の店員さんも探しに行ってみようよ。そうだね、二人だけなのも寂しいし探しに行こっか。何？もう消灯時間なのかな。え、僕たち全然お部屋作れてないよ。少しのんびりしすぎちゃったみたいだね。あ、誰かいるよ。もしかして店員さん？なんか様子変じゃない？わー、こっち来たー。に、逃げろー。店員さん足早いよ。やられるー。いやー、もしかしたら夜になると店員さんが襲ってくるのかも。いや、ネスト、店員さんに襲われないためにも早く部屋を作らなくちゃね。僕たちが部屋を作れるようにいいねで応援してね。どこかにいい場所ないかな。なんか部屋あるよ。すごい、めちゃくちゃおしゃれだね。僕たちの他にも誰かいたみたいだね。こんなの作っちゃうなんてすごいな。こことか良さそうじゃない？いいねいいね、どんどんいろんなもの運んじゃおう。まずはこれを運んで。あ、夜になっちゃった。どうしよう、前に店員さんがいるよ。気づいてなさそうだからこっちから行こう。ふう、なんとか避難できたね。ここならもう安心かな。で、入ってきた。ずっとあそこにいるよ。ここで動いたら捕まっちゃうね。早く朝になって。あ、ちょうど朝になった。僕の願いが通じたんだ。もう動いても大丈夫そうだね。よし、これ持って行って。何？攻撃されるの夜だけじゃなかったのか？いやー、あ、わかったぞ、霧だからだ。霧？
いつもの朝よりちょっと曇ってるから暗くなって店員さんが襲ってくるんだよ。なるほど。夜よりは動きがゆっくりみたいだけど、油断せずに行こう。とりあえず入ってこれないように壁を作ろっか。オッケー。うわ、店員さんいる。あ、でも壁は越えられないみたいだね。よかった。じゃあ安心だね。待って、壁が倒されちゃった。登ってきてる。いやー、曇りダッシュ。ここまで来ればさすがに。え、壁よじ登ってる。こっち来てるよ。逃げろ。なんとか逃げ切れたね。あ、テレビある。持って行きたい。いいねいいね、持ってこ。これも持ってこ。カラフルでいいね。だいぶできてきたんじゃない。うん、あとは壁とか作るだけだね。完成。シンプルだけどいい感じの部屋だね。壁もしっかり置いたから店員さんが来ても大丈夫だよ。このアザラシのぬいぐるみかわいい。アザラシさんと一緒に寝るんだ。安全な場所ができてよかったね。あ、夜になった。でも店員さん襲ってこなさそうだね。これでやっとゆっくり寝れる。それにしてもただの家具屋じゃなくて本当にびっくりしたよ。でもいろんな家具が見れたのはよかったね。でもバナナのソファーとバナナのベッドが見つからなかった。あとバナナのテレビとバナナの椅子とバナナの机とバナナの。バナナばっかりじゃねえか。そうだ、バナナのお部屋を作るぞ。